皆様こんばんは。今日は2021年9月12日日曜日です。今日の話題は何個かありますが、最後までよろしくお願いいたします。コメントの返答もいたします。第連では9月11日、き、まあ、昨日の、うん、夜っていうか、昨日の 朝っていうかですが、ボンベ、ガスボンベイが、えー、爆発しました。9月11日の夜0時ですが、住宅ビルの一室爆発が起きました。で、こちらが中国の今はあんまり少ないんです。古い住宅でしたら、まだこのようなガスボンベイを使っています。当然ですが、以前ならずっとこれが普通ですが、今の新しいマンション、住宅でしたら、そういう天然ガスの 配管、パイプがマンションの外であっても、中であっても、壁の中にであっても、通っているので、あの危なくはないかなと思います。ただ、このようなガスボンベ使っている場所はやはりあります、えー。充填が必要ですので、まあ、中国ではまだ古いビル、マンションとかありますので、で、そしてこのような ガスですね。大体ですが、えー、料理を作るところに収納されているので、危ないといえば確かに危ないとは思います。やはり火の元から近いですので、危ないと思います。そして、あの日本とか、えー、アメリカもそうですが、そういうガスとか、えー、電気とかに対して非常に厳しいと思います。あの中国ではそういった、まあ、パイプとか、 何も検査しないんですね。基本はもう自己責任でやっているんですね。なのであの、調査とかは一切ないんですね。自己責任です。9月11日の0時ですが、爆発がありまして、で、午前の朝の2時30分、火が消しましたと。朝の4時30分の時間帯では、8人死亡で5人重傷です。 10日の夜23時40分ですが、爆発の音で近所の方は目が覚めましたと。そしてすごい大きな音がしまして、 目が覚めてで、そしてガラスもですね、割れてしまいました。で、次の日起きましたら、この建物自体がもう傾いたというふうにありますが、そしてこのビルというのは1階がお店で、4階の住宅が爆発しましたと。4人家族ですが、全員死亡です。3階の天井と4階の地面が崩壊して落ちてきて、3階の3人家族はこれで死亡しました。2010年7月、 大連の新港、あるいはあの新しい港の石油流出の事件もありましたが、大連はもう事故が特に多いとかではないんです。このような話というのはあちこちで起きています。ただし、大きな事件、事故があって、すぐに忘れてしまいます。例えば、今年の亭主の事件もそうですが、もう2、3年後したら、もう来年になると忘れると思います。 あの、原油のパイプラインが破裂して、その後爆発しました。今の報道では、まあ、犠牲者は1名とかいうふうになっていますが、実はそうではないんです。当時は、その石油ということですので、消防隊員は知らないんですね。もう人がどん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 中に入りますので、 もういっぱい人が、えー、死んだというふうに聞いてはあります。もう今はそういう情報はもうほぼないので、あのそういう事件はもうありましたと。えー、たくさんの日本車、そこで、まあ、港ですので、コンテナですので、そこも被害は受けたというのが、まあ、記憶にはありますが、ただ今はもう、もうあまり話題でもないんですね。まあ、そういうい ことですね。やはり起きていることがすごい多いですのでもう23年前のあったことも忘れてしまうっていうのが今の時代でしょうと思います。でコメントでもありますがであの日本のですね北京にいる日本の元日本の大使ですが丹羽内郎さんですがまあ一が丹羽内郎さんですが丹羽内郎さん えー、彼はですね、元伊藤忠商事の社長、会長であって、そして日本郵政社長などを経験した偉い人です。そして日中友好協会の会長として、まあ、日本と、日本の大使として、あの中国の北京で勤めていました。まあ、大使としてはどう思うかと言われると、特に何も思わないんですね。 相手の国国交を交わしているので、大使をお互いですね、派遣します。大使というのは国の首脳の代表であって、あるいは自分の国家を代表しています。相手の国に滞在して外交活動をしていきます。例えば、これから首脳会談、首脳の訪問とか、お互いビジネスとかどうするのか。まだ何か問題ありましたら解決をすると。 いうのが、まあ、大使の仕事ではありますが、あの、質問を多分聞かれているのは、あの、日中の関係でしょう。で、日中の関係なんですが、皆様もご存知のように、ビジネスのにおいては熱いんですね。関係ですが。 政治においては冷たいんです。ただしビジネスと政治というのは多少関係ありますので、当然ですが冷たい時もあれば暑い時もありますえ。冷たい領域にもありますが、暑い領域もあります。例えば自動車とかも暑いんですが、で中国から日本に、まあ、中国から撤退する企業においては冷たいと。例えば鈴木自動車ですが、冷たいなので、まあ 撤退しましまたと一律、これっていうのが非常に難しいですね。やはり近いですので、非常に影響はあります。で土地においてですがあの、それがですね、何と言いますか、買う人もいますので、売る人もいるから、買っているんですね。買ったらいけないとか、売ったらいけないとか、そういった法律はないんですね。 例えば日本も日本にはスパイはいないんですよで。なぜなら日本にはそういうスパイの法律っていうのがありませんのでスパイの定義についてどういうふうに どんな行動すればスパイになるのか、そういう定義あるいは法律がありませんので、なので日本にはスパイありませんよという意味ではあります。なのでそれを皆様分かった上であのご存知だと思いますので、そういった法律、えー、整えるというか、作っていかないといけないと思います。例えば、どこの土地ダメなのか、自衛隊から例えばですね、あの南部、 メートルっていうか何キロ以内とかダメなのか、あるいは水とか山とか何がですね、まあ、まあそういう法律ですね、がないと厳しいですね。で、今ですと法律がないのに、あのまあ、ただ、まあ、勝ったらいけないとかあの、みんな思っているでしょうか、何もできないんですね。法律がないので、 で、それが、まあ、日本の憲法もそうですが、非常に難しいというか、何かをするときに、政治家が何がをやろうとしたときに、反対の声が非常に大きいんですね。なかなか進むことができないのが、まあ、現状ではないかと思いますが。で、日韓と中国のビジネスですが、 もうこれがいいとか、あれがよりより冷たいとか難しいんですが、例えばですね、あの日本の、まあ、ここにも書いてありますが、日本にも発表されていると思いますが、例えばこちらは一番直近ですと、あのトヨタのカムリ自動車ですが、 非常に中部では人気なんです。カムリは日本ではあまりないな、人気ないと聞いてあります。あの、クランとか人気あるらしいんですが。でも海外では本当にカムリって非常に有名なんですね。アッコードとかカムリとか。クランよりは有名なんです。すごい人気です。カムリを開発された方ですが、この方は、えー、勝又さんですね。この方は非常に経験を持っている方ですので、 アメリカとかヨーロッパにも、まあまあ、代表としてあの派遣されてそこにあの滞在しまして、それから中国の広州に来まして、最終的には広州記者の研究員にあの移設というか移動されました。高い給料出しますよということで。 これから、まあ、公衆記者ですが、自動車のえ自分のブランドに対して、そのブランドのを使って開発、品質管理、部品の共通仕様、あとは部品のパーツの寿命の周期の管理などをやっていくというのが現状です。で、こちらですが、いろんな、まあ、日本の方の名前書かれていますがで、元トヨタ、日産、日産、日産、トヨタ。で、こちらは中国の、えー まあ普通の自動車に移動されましたが、雇わ,雇われるようになりましたがで、これがですね、もうまさにあの人材ですね、なくなっていると、あるいは抜かれていると思いますが、これがどうしようもできないことですね、もう昔からなんですが、例えば日本の液晶の 技術者、スマホの、まあ、当時ですが、ガラゲーの技術者ですが、サムソンに抜かれていたんですね。でそこでは、やはりシャープがもう生産しないということですので、もう液晶事業から撤退すると、この液晶事業部自体がなくなるんですね。で、そうすると、どうしようもできないので、もうサムソンに行く。そういう話ですね。で、今回は同じ、ね、なんですが、まあ、中国でも出ていますが、 で、日本ではそういう車両の種類を縮小するという方向ですので、もうカムリというのはなくなるでしょうと言われていますので、で、それがもうこの方はちょっと寂しいと、あの、まあそういう気持ちがあって、中国でしたらまだ自分の機能とか力ですね、活かすことはできるというふうに説明されていますが、これがもう流れではないかなと思いますが、で非常に もうう悲しいというか寂しいと思いいいととか寂ますねでこの方は非常に能力のある方ですので、でトヨタに入って三十数年間勤めてきて、最終的にはもう中国の方に移動されると。で、もうかなりの人材というのは、まあ、海外の方に移動されてしまうんですね。で、こちらがどうしても、まあ 言わないといけないのが収入なんですね。で、日本の収入というのは平均的なんですね。すごい高い方は、あの、そんなに少ないんです。で、安くてもそれぐらいは保証するっていう社会ですので。でも、中国の公衆記者の管理職ですが、60万元が保証、もう基本なんです。60万元っていうのは100万、1000万円です。 でそして、高級管理職になってくると、もう60万円から180万円、180万円までなんですね。で、そうすると、1000万円から3000万円の金額になってくるので、なので、そして、もう外国の方に対して、絶対、あの車とか通勤はもう運転手付き、そして、もう今回は発表されていますが、通訳さん、家族の方にも付けますし、で、この、 えー、勝俣さんにもつけますし、そしてお互い運転手をつきますよと、2台、3台でも運転手をつけますよというのが条件ですね。でかなり優遇というか、あの結構いろんな、まあ、そういうのを条件つけますので、これは日本、例えばこの方ですね、勝俣さんは日本にいましたら、多分普通に電車の通きになってくるでしょうと思いますが。 ここまでの待遇というのは日本ではなかなかないと思いますね。で、みんな普通ですので、みんな平均ですので、でも中国においてはもう日本にあのできない生活できるというのが、まあ、現状ではありますがあの、ただしですね、これはまあ中国というのは、まあ、利用するときはすごいね、笑顔です。 出して、まあ登場編もそうですし、笑顔出してお、お願いします、頭も下げます、投資に来てくださいと言いますが、使う、あるいはもう使い切って、あるいはもう利用するだけで利用しておいて、 もう利用できるものがなければもうすぐ来てしまうんですね。なので芸能人、芸能人に言えるかどうかわかりませんが、まあ、例えば福原愛さん、も愛ちゃんもそうですが、中国に来られるのは全然いいと思いますが、すごい人気ありますよ。でも中国、今芸能人に対してすごい厳しいんですね。特に外国の芸能人、あるいは中国に行ってあの外国籍、あるいは中国に行ってあの外国に まあ、稼いで外国に持って帰るような人気に対してものすごい厳しいですね。自分の、あの、授業、まあ、そういう技能人に対しても厳しいものですので、もし愛ちゃんが中国に来られて、最初も人気すごいあると思いますし、歓迎されると思います。もう一瞬だけなんですね。中教が叩くなら、一瞬で潰れてしまうんですよ。 それぐらい力を持っているので,で、この方もそうですが、中国には今、利用、まあ、価値あるですので、まあ、いいかなと思いますが、でも使い、もう使,う使われて、あの最終的にはもう戻るというか、もういらないと言われてしまうんですね。情というのがないんですよ、中国の金魚は逆にですね、その感情というか、情というか、一切ないんですね。お金でで、やっているので 例えばですが、最近、中国の本地というか、まあ、国旗という、こちらですが、本地赤い木。まあ、これが中国の国旗というイメージにして作っている車ですが、最初はこのような車でしたので、すごい人気ないんですね。全然売れません。あの、政治、政治家はいませんので、政治家ですら使わないんですね。一応あるだけありますと。その後、 これを作りました。その後、これです。やはり売れないんです。でも今年、去年の、去年でしたね。去年はこの本地の HQ が出てきました。まあ、日本にも、えー、出しているらしいんですが、あまり走ってないでしょうか。ただし、日本は自動車の大国ですので、日本にも走っているっていうのが、中国においてはアピールできるという意味です。で、それからこのようなスポーツカーも、 あの出します、これから出します。で、このようなデザインっていうのは、当然ですが、あのローズル・ロイスから人を、元何々人ですが、わからないですが、人を脱いでですね、デザインとか、設計とかしてやっているわけなんです。やはり中国っていうのは、もともと何もできないわけですので、そして自由の発想もできないんですので、 外国の方のそういう発想とか使わないといけないんですね。で、中国の政治体制、あるいは経済の事情を見てですね、中国の現状がすごい好きとか、あるいは良いとか、と思われる方は実にですね、少なくないんですよ。あるいは普通にいます。日本においても、アメリカにおいても。中国はこれから世界をリードする、これからの時代というのは中国になっていくというのが、 もうかなり、かなりではなくても普通にいますね。そういう思っている方。例えば、ドイツのメルケル首相もそうですが、もう普通にこれから時代は変わるでしょう。と言っているので、ある意味、メルケル首相っていうのは自分の発言だけではないんです。で、彼女もこのリーダーとなっているのですが、後ろのチームワークありますので、みんなそれを大体思っているでしょうと思いますが、 やはり中国の強みっていうのは計画経済なんです。中央政府が計画しますので、すべての部署がこれを目標にして達成するようにします。みんな。代価っていうのは無視されています。目標を達成すればいいんです。あるいは目標を達成しないといけないんです。代価っていうのは、例えば国民の保険とか、あるいは 学校のもう中学校までですが、高校というのは普通の高校と教育訓練の学校になってしまいますが、約半分と半分。大学の受験というのはなかなかできないんですね。なぜなら数は少ないんです。そういうことなんですね。例えば、無人飛行機に対してものすごいお金を入れます。でも国民の健康において、あるいは福利厚生においては、一切お金は入れないんです。 なので、あの、無人飛行機は強いです。そういうのが、まあ、現状なんですね。これを見て、まあ、いい面ばっかり報道される、いるので、それを見て、ああ、魅力的です。何でも強いですね、と思われているんですが、ただし、この社会の裏っていうのは、まあ、見えていない。あるいは、まあ、報道も少ないでしょうと思いますが、私のチャンネルでは、そういういいところもあるんですが、まあ、少ないですけれども、 ないかなと思いますが、でもそういう裏ですね、あの、あまり報道されていないことを皆様に報道して、あの、これは良くないですよというふうに言いたいんですね。これを信じてしまって、例えば、うちも強い政府が欲しいです。その強い政府っていうのは非常に難しい言葉なんですね。例えば、中国の政府はとても強いんですよ。これがいいなのか、悪いなのか。 外国に対して強い方がいいのか例えば、狼の戦い、あのね、あの戦う狼、今、なっているのですが、外交ではあまり良くないと思います。そして、国内においてはとっても強いです。独裁者です。これも強いです。でも、最悪です。で、政策が弱い方がいいのか弱くなってくると、まだ国民のことを、あの、そういう、 なかなか政策が出せないとか、そういうのがバランスが非常に難しいんですね。これがまあ選挙っていうふうに思いますが、今の日本の政治体制っていうのは、選挙がやっているので、まあ、国民の方は自分で選んでいるという欠陥ではあると思いますが、例えば、というふうに日本の方ですね、まあ、そういう技技を持っている方ですが、 知識、エリートの方、抜かれないようにするとか、それをまあ阻止するために、まあ、抜けられないようにするっていうのは、どういうふうにもっと良い、えーまあ、収入とか、与えることができるのか、それを企業側も考えないといけないではないかと思いますが、これは非常に難しいですね。政治家の話に、えー、政治家たちは、それ、何が方法あるでしょうか。 やはりいろんな周りのデータがないので、何とも言えないんですが。で、次ですが、で、コメントでは、その江組、江沢民。江沢民といえば、李鳳ですね。この方です。そして、三峡ダムの話も、え質問もありまして。三峡ダムっていうのは、李鳳の家族が作っています。中国の電力っていうのが、李鳳の家族、一族が握っているんですね。当時は、李鳳っていうのは、総理でした。 中国の。で、天安門事件がありまして、李鵬っていうのは責任を取るということで、あのまあ、静かになりますよと、あまりあのしゅ、まあ、何も出ないです。あるいは半分引退という形でした。これは江沢民との話で決めたんですね。それから李鵬という家族は中国のえ電力、 に関連する金魚ですが全て把握するようになりました。で、こちらはですね、リー・ホーの娘さんなんです。で、毎日ですねあの、そういったもうファッションショーのように出ていますのですごいブランドもの好きでこういうふうに来てですね、出席されていますのですごい、まあ、どんなブランドか私はあまり分からないので高いと思います。で、そういうような柄ですね、来て。で、これも 出ていますので、そして彼女が出るたびに国民がみんな調べます。調べて値段とか出ますので、で、ファッションショーのオーナーとして出ていますので、当然ですが、自称、企業化です。成功していると。でも何もやっていないです。電力はもう国営企業ですので、あの独占していますので、別に何もしなくても儲かりますので。で、それがあの中国の今の。 流れなんですがで彼女はこのような行動をして習近平に嫌われました。習近平というのはあの意外にそういう積極的にアピールするとかの人間は嫌うんですね。で静かにしてということで彼女は2019年引退しました。今はすごい静かになりました。李ーという家族ですが、もう静かになりました。でこちらですが去年動画でも言いましたが、 でピッキーの試金所には、えー、そういう車は禁止ですまずはピッキーの試金所自体は宮殿ですので博物館であって地面がもう古いんですで車が入るとあの割れますのでレンガが良くないと禁止ですでこの方は自分の えー、4駆の車を乗っていきますのでそして自分のブログにも載せましたここに書いてありますが 1, 1月の17日でしたが月曜日でした、えー、北京の試金場は毎週ですが1つの、まあ、月曜日でしょうか日によって違いますが偉い人が行く時に閉鎖しますので,でそれが閉鎖になって 人が少ないので、ここで遊ぼう、思いっきり遊ぼうと書いてありますが、で、車で、まあ、みんな見て驚きました。こ港資金所の中に入っていいのかと。で、それからもう探して、この女の人ですね、中国の三代目なんです。で、こちらがですが、 あの、課長校ですが、課長校っていうのは中国共産党を立ち上げた人の一員,一員ではあります。そして自分の息子は投資家であって、次は自分の孫、国家環境局の初期です。この女の人は自分の孫の、えー、奥さんです。で、当然で,当然ですが、この方はもういないんです。女の方ですが、女性の方はゴールと言いますが、長春。 の理工大学マルクス主義、理論を専攻して日曜博士です。そういうような家族なんですね。で要するに中国の、まあ、官僚ですが、基本はですね、海外に行かないんですよ。海外に行く必要はないんです。例えば、リーホーの娘さんですが、絶対海外に行かないんです。 中国では権力ある方は、あるいは習近平に好かれている方、権力を持っている方、実力を持っている方は、海外に行かないんです。で、それが失脚となってくると、もう海外に行くことになりますが、で、どうしてみんな海外に行かないのかと言いますが、やはり海外に行っても、あの、別にこのようなでかい車、乗ってても何も思わないでしょう。で、中国では大きな車、乗って いると、まだみんな見ると。あるいは中国ではみんな車で入ってはいけないところが自分なら入ることは可能です。でも海外ではそれができないんですね。そして自慢もできないんです。中国ではみんなできないことが自分にはできると。それが自慢できるから、まあ、中国の方がいいんです。例えばこのような服もそうですし。 これがシャネルでしょうか。で、海外では別にこのような服はダサいでしょうし、色あまり良くないでしょうし、あるいはまあシャネルは別にどうでもいいでしょうし、でも中国ではこのシャネルを着ているだけでおおすごいと、まあ褒めてくれるとか見てくれるんですね。そういう気持ちもあるので、まあこれが中国の一つの文化ではないかなと思いますが。 中国というのは非常に差が激しいですので、今は良いとなりますが、これからはわからないですね。そして今は急にも変わる時期でもありますがで、これからどうなるかは皆様と一緒にですね、見ていきたいと思います。この動画はここまでにしたいと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。